まりましたワンキャリ企業説明会。この番組はさまざまな企業を徹底的に分析してその魅力に迫っていく、そんな番組となっています。今回はこのような流れで番組を進行いたします。まず会社説明をしていただいた後、2つ目5クエスチョンズ、5つの質問をご用意しております。そして最後、就活生が本当に知りたいあの質問と題して質問させていただきます。この3つの項目で進めていきたいと思います。さあ、それでは今回の企業のご紹介です。クニエさんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では最初に自己紹介からしていただこうと思います。宍戸さんからお願いします。はい、改めまして、SCM チームの宍戸と申します。よろしくお願いいたします。私自身はですね、2004年にキャリアをスタートしまして、前職はですね IT 企業の方に勤めておりました。でその後、2012年にですね、クニエに入りまして、今に至るというところでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では続いて川口さん、お願いいたします。はい、新卒入社2年目の川口梨沙と申します。私も宍戸と同じく SCM チームに所属しております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お二人ともお休みは取れていますか？ええ、ちゃんと取れてるの？取れてます。ですか。お休みの時は何をされてらっしゃるんですか？どうですか、お休みは？そうですね、私はウクレレを弾いたりとか、結構、はい、音楽をたしなむのが好きですね。知ってましたか？知ってました、知ってました。結構、はい、写真とかも見せてもらって、はい、楽しそうにやってるな、はい、思ってます。宍戸さんは？私はそうですね、寝ることが多いかもしれないですが、バイクを乗るのが好きなので、バイク乗ったりとか、あと、キャンプ行ったりとか、なんかそんなので楽しんでたりします。多趣味でいいですね。ありがとうございます。休みの日も充実した日を過ごしていらっしゃる、はい、そんなお二人に今日お話たくさん伺っていきたいと思います。それでは本題に入っていきましょう。まずは会社説明をよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では私、宍戸の方からですね、会社説明の方をさせていただければと思います。はい、まずちょっと概要から、お話しさせていただきたいと思いますけれども、株式会社クニエはですね、NTT データグループのコンサルティングファームというような位置づけになります。で、コンサルティングファームといいましてもいろいろ種類がございますけれども、いわゆる総合系のファームというところで位置づけておりまして、経営戦略の立案ですとか業務改革でデジタル IT といったテーマに対してですね、いろいろ課題を解決していくというような、コンサルティングファームになっているというところでございます。で設立はですね、2009年の7月というところで、今年の7月でちょうど15周年を迎えるというところでございます。日系のコンサルティングファームとしてはまだまだ若いというような会社になるんですけども、今グローバル規模でですね、従業員数が1000名を超えるぐらいになっておりまして、昨年度でいきますと、新卒と中途合わせて約250名ぐらいの方にジョインしていただいてですね、成長を続けているといったところになります。あとは東京の今大手町に本社がございまして、日本の拠点もいくつかございます。でそれに加えてですね、アジアを中心にして拠点がアジア5カ国ですねございますので、日本だけではなくてグローバルにご支援をしているというような会社でございます。で今日はこれからですね、クニエの特徴ですとか少し制度の話もさせていただきたいなと思うんですけども、やっぱり弊社のことを知っていただく上ではフィロソフィーっていうところをかなり大切にしておりますので、そのあたりからご説明をさせていただきたいというふうに思います。でクニエという名前はですね、ちょっともしかすると不思議に聞こえるかもしれないんですけども、品質と熱意の融合というところの造語になっているというところでございます。ですのでこの2つの思いをしっかりですね実現をしたいよねといったような会社になっているというところでございます。でもう少しお話しさせていただきますと、やはり我々が対峙するいわゆる課題というのは非常に複雑でして、単純にやっぱり解決ができないというところがございます。でそういったところに、いわゆるアプローチしていく、一緒にお客様と考えていくという上ではですね、やっぱ高い専門性でしたり、品質が求められるというところでございます。でただ、それだけではなくてですね、やっぱりそのお客様と共に一緒に改革を進めていくんだですとか、それを持ってですね、
社会にも貢献をしていくんだというような熱意、そういうところもやはり重要になってきますので、そういう思いですとか志みたいなところがですね、会社の名前の方に入っているというところでございます。あと加えてですね、NTT データ、いわゆる NTT グループの一員となりますので、今まで日本の通信インフラですとか、社会の発展に貢献してきたグループの一員として、お客様にですね、貢献をしていくというのはもちろんなんですけども、その先に国ですとか、社会を良くしていこうよといったような気概もですね、一人一人持っているというところでございます。でちょっとこれからですね、そういったフィロソフィーをもとにして、特徴みたいなところをお話しさせていただければと思います。でまず一つは少数制のチーム制というところになりますけども、先ほどのフィロソフィーでいきますと専門性ですとか品質というところに結びついてくるというところになります。で新卒の方はですね、入社後2年目からチームに配属というような形になります。で大体各チームはですね、約20人前後の少数制で構成されておりまして、1人のですね、いわゆる裁量が大きいといったところが特徴になります。でさらにチームに入って専門性を磨いていただくというところになりますので、いわゆるそのチームでですね、同じ領域のさまざまな案件に携わることができます。そういった意味でいろいろな案件をですね、同じチームを通して経験できるので、短期間で専門性を磨いてですね、高品質なサービス提供は可能というところになります。でまた結構少人数っていったところの特徴にはなるんですけども、やはり先輩後輩あまり関係なくみんな対等にですね、いろいろ意見を言い合えたり支援できる環境ではありますので、そういったところのコミュニケーションというところもですね、少数制チーム制というところの強みになるかなというふうに思っております。はい。で2つ目ですね、少しこれチームの考え方というところになりますけども、弊社はですね、この画面の横軸でいくインダストリーですね、いわゆるこれ製造消費財小売流通といったような業界のカットと戦略ですとか業務制度デジタル IT といったところのソリューションのカット、縦軸のカットで分かれているというところになります。でこういったチームで構成されていまして、それぞれ今約50チームぐらいがいるというところでございます。それぞれチームはですね、高い専門性を持ってコンサルティングをしていくと言ってるわけなんですけども、やはり課題を解決するといった上では新しいやっぱ課題が出てきたり幅を広げていくという意味で、このチーム自体もですね、いろいろ増えているといったところもですね、特徴になっているかなというふうに思います。ですので、いろいろですね、強みを持った専門性があるチームが多種多様なコンサルティングサービスをしているというところになります。で3つ目がですね、NTT データグループというところが一つ特徴になります。でやはりですね、今コンサルティングの中でもデジタルですとか IT っていうのはもう切って切り離せない、そういう関係になっています。ですので、NTT データグループのテクノロジー、いわゆるこの実績ですとか先進性っていうところを持ってですね、一緒に連携をしてコンサルティングすることによって、より付加価値の高いですね、サービスを提供することができます。またですね、NTT データグループは世界各国に拠点がございますので、そういったところと連携をしながらですね、グローバルビジネスを推進しているというところでございます。あとはちょっとですね、それに加えて少し人の考え方、人材のマネジメントの方針というところをご紹介したいなというふうに思います。弊社は特に力を入れているところでして、こういった育成のですね、専門の部署がございます。例えば新卒の皆様の例というところを下に書いていますけども、新卒で入っていただいた後ですね、集合件数約3ヶ月予約で見ていただいて、それから3ヶ月ごとに実際にチームに入ってですね、 OJT というような形で案件に携わってもらいながらコンサルティングの基礎を固めていくといったところになります。で新卒だけではなくてですね、それぞれコンサルタントからシニアコンサルタントですとか、マネージャーみたいなところに、昇格した時にもそれぞれオリジナルのですね、研修というものが設けられてますというところになります。
でこういったですね研修制度が充実しているというところに加えて、まあ、いわゆるコンサルティングのイメージもしかしたら強いかもしれないんですけども、まあ、ポーアウトというような風潮が少なくてですねちゃんと長期的に人を形成していく人をしっかり作っていくというところがですね可能になっておりますので、まあ、ゆっくり専門性を磨くことが可能になっています。でもう一つこれもフィロソフィーを少し実現しているところになりますけども、弊社では評価制度としてですね能力と業績を分けて、評価をしてありましてそれぞれ給与と賞与に反映されているというところでございます。で我々はやはり貢献するといったところを第一に、持っていますので、変にですね業績の売上みたいなところのノルマはないというところが一つ特徴になります。でそれに加えてやはりお客様に貢献するですとか社会に貢献していくというようなその気概ですね、そういった思いというところをとても大切にしておりまして、まあ、それも社会的人間性というところですね評価をして、今年どういったところに貢献できたのかですとか、自分は何ができたのかというところもしっかり評価のところでですね、振り返ってそれが能力の評価につながっていくというところになります。はい、では、最後にですね今日いろいろお伝え、する中でですね、まあ、専門性ですとか品質であとは貢献みたいなところのキーワードが出てきてますけども、少しでも興味を持っていただいた方はコーポレートのサイトですとか採用サイトぜひ YouTube チャンネルを見ていただいて、まずセミナーの方に参加していただければと思います。で採用サイトについてはですねこれからリニューアルをしていわゆるコンサルタントのインタビューみたいなコンテンツも増やしていきますのでぜひ見ていただければと思います。でこれで私からの説明を終わりにしたいと思います。さてここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきます。では改めて今回のトークテーマを見ていきましょう。こちらです。こちらの5つの質問ご用意しております。まずは御社の強み、そして課題解決の醍醐味と難しさ、さらにコンサルタントとして活躍するために大事なことをぜひ教えていただきたいですね。そして国枝ならではの育成環境、せっかく2年目の川口さんいらっしゃってますのでお話聞いてみたいなとも思います。そして最後社風やカルチャーも伺えたらと思っております。では早速1つ目の質問から参りましょう。こちらです。コンサル業界の中での国への特徴や強みは、こちらの質問から参りたいと思います。一言でコンサルティング会社と言いましても世の中にはいろんなコンサルティング会社がある中で御社ならではの強み武器こんなところですよという話ぜひ最初に聞かせてください。はい、じゃあちょっと私からやっぱり我々の根幹にある結構フィロソフィーのところにつながってくるところはあるんですけどもやっぱり専門性ですとか品質それをいかにこう高めていくかっていうところに結構こだわっていますしそれに基づいた教育制度だったり、まあ、評価っていうところにつながっている。でさらにあまりその業績にあまりですねノルマが実はないっていうのがかなり大きな特徴でしてやはりこうやるべきことをチャレンジできるっていうところが、まあ、一番大きなところかなというふうに思います。なので、そういった意味でいきますと、かなりですねやりたいことをできる自由度があるので、はい、自分が思った絶対にこういうことをやりたいということを結構実現できるようなですね、環境にあるかなというふうには、はい、思います。宍戸さんを働きながら自由度が高いなと実感することってありますか？そうですね、ノーともう言われることがほぼないかなっていうふうに思います。だから私がこう思ってこれをやっぱりやりたいとか案件やってみたいとかこういうことをもっと強化したいっていうことに対して誰もノーということはなくてそれに逆に応援してくれるですとか、そういうようなところがやっぱりこう自由度が高いなっていうふうに思います。はい、こう自由度が高いことによってこうメリットだったり得られるものってどういうところだと？そうですね、やっぱりこれやりがいにつながってくると思うんですけども、最終的にはやっぱりお客様に貢献したいですとか、まあ、それがうまくいけば国とか社会の方にこう良くしていきたいということになるんですけども、自分がやりたいことっていうところにフォーカスできるっていうのは、まあ、そこは大きいです。なのでこう自分のこのモチベーションアップになりますし、はい、あまりやらされ感というよりはもうやりたいことをできるっていうところが、まあ、そこはかなり魅力的だなというふうに思います。そうなんですね。
あとそのクニエは NTT データグループのコンサルティング会社というところも特徴の一つだと思うんですけれども、だからこそのこうメリットだったり生かされる点ってどういうところにありますか？そうですね、やっぱりテクノロジーの強さっていうところでいきますと、やっぱりその連携することによって、付加価値、いわゆるシナジーをこう高めてですね、いろいろサービスが提供できるですとか、まあ、グローバルレベルでこう連携できるといったようなところはやっぱり強みになってくるかなというふうに、はい、思います。あ、そうなんですね。そしてさまざまなサイトだったり御社の口コミみたいなのを見ていると、公益性というのが非常にこう重要なキーワードになっているように感じたんですけれども、はいはい、このあたりについてどういうふうに感じていらっしゃいますか？そうですね、はい、ここはいろいろ考え方があるんですけども、例えばそれに直結する案件が多いかどうかっていうようなところよりは、やはりその何のために仕事をしてるんだっけっていうところの目的意識がやっぱりそこにあるっていうところが、まあ、一番大きいところかなというふうに思います。なのでもちろんお客様のために貢献はしたい、はい、でさらにそれが国とか社会の発展につながるようにしたいっていうようなところを目的にもうしてますよっていうところがですね、はい、ただのお金稼ぎですとか、その専門性を変にこう考えないみたいなところはあるかなというふうに、はい、そうなんですね。川口さんもそのあたり感じるところはありますか、公益性について？そうですね、今シシドが申し上げた通りで、本当にいろんなアプローチ方法が社会課題の解決っていうのはあると思うんですけど、うちの会社は結構本当にいろんなチームがあって、それぞれがいろんなやり方で、お客様そしてその先の社会に対して貢献しようという気持ちが強いのかなというのは感じます。それにはやはりこう自由度の高い働き方というのも大事になってそうですね、はい、そこが絶対大切になると思います、はい、ありがとうございます。では続いての質問参りましょう。こちらです。課題解決の醍醐味と難しさはというところで、仕事内容の方にググッと迫っていきたいなというふうに思うんですけれども、はい、まずこの課題解決をすることの難しさってどういうところにありますか？はい、そうですね、はい、まあ、一言で言うとやはりもう正解がないというところが一番大きいかなというふうに思います。やはり会社さんによっても文化も違いますし、あとはその時にこう感じている社その会社さんが感じている社会課題っていうのがやっぱりこう違かったりしますので、それをもう毎回ですね、切磋琢磨をしながらお客様とこう作っていくっていうところがやっぱりこう難しいですし、でも逆にそれが楽しさであるというところかなというふうに思います。クライアントさんありきのお話だと思うので、はい、話せる範囲でいいんですけれども、どういう課題とこう対峙していくことになっていくんでしょうか？そうですね、はい、ちょっと私の方はそのサプライチェーンというような、はい、チームですので、ちょっとそこでお話しさせていただきたいと思うんですけども、はい、やはりサプライチェーンは物をですね、作って買って作って運んで、売るっていうような、チェーンのところにはなるんですけども、はい、それはもう物を運ぶっていうところの前にですね、どうしてもこう需要っていうものがあって、どれだけ欲しいのっていうところが出てきます。でそれをこう世界のレベルでこの需要と供給をこうどういうふうにこうマッチングをさせて最適化させていけばいいのかということを考えていくっていうのがやっぱりメインの課題になりまして、はい、組織の話だったり、うん、業務の話だったり、いろんなテーマに沿ってですね、課題を設定してやっていってるというところになります。そういった課題をこう解決するサポートに入るということだと思うんですけれども、はい、その中での醍醐味ってどこで感じられるんでしょうか？そうですね、やっぱりグローバルの、サプライチェーンというところがやっぱりメインテーマになってきますので、いろんな国の人、いろんな組織の人、はい、いろんな会社の人、はい、ものすごい人がやっぱ関わってくるんですけども、その人たちと一緒にですね、一つのものを作り出していくといいますか、はい、解決に向けて考えてそれに実行に移すっていうところが、特に難しくて、醍醐味があるところかなというふうに思います。本当にたくさんの方と関わり合いながらお仕事をされてらっしゃる。そうですね、はい、でもまさにそこはあれじゃないですか、川口さんもそうですね感じているところかなって思いますが、はい、最近やっとプロジェクトに入って、はい、結構なんでしょう、解決策を考えるだけじゃダメで、そこからしっかりお客様がそれをちゃんと運用できるように
することが非常に大事なんだなというのはプロジェクトに入って初めてすごい実感したことです。解決して終わりではなくてその先まで見越して、まあ、一緒にこう走るではないですけど伴走するようなそんなイメージですかね。はい、そうなんですね。すごく大変そう。そうですね、大変なんですけどやっぱりそこが面白さだとやっぱ思いますね。そこを面白いとやっぱ感じるかどうか、そこがポイント。それを面白いと感じられる方にぜひぜひ仲間になってほしいなというところ、はい、そうですね、でもありますよね。あとこのプロジェクトだったり案件をこう担当する際にどういったこうチーム体制でお仕事されるのかなというところなんですが、はい、説明会では少数精鋭だという話がありましたけれども、ね、はい、少し具体的に言ってもらいますか。そうですね、大体のこれもちょっとチームのちょっと少しお話にはなるんですけども、大体ですね、うちのチームに行きますと3名ぐらいから5名を1プロジェクトでやるっていうところが多いかなというところになります。なのでこうすごいこう何十人何百人がこう入ってやるっていうよりは本当にその精鋭の中でこうやって一緒にこう考えていくってことが多いかなと。少数制だからこそのメリットってどういうところにありますか？そうですね、やっぱり少数制であるからこそ一人一人の責任っていうのはとてもやっぱり多くなってきます。ですのでその人たちがしっかりこう専門性を高めてそれを発揮できるっていうところ、それがある意味少数制にやっぱりなってくるかなと。やっぱ3人5人になると、はい、一人一人がかなりも目立つ。そうですよね。で誰が欠けてももうあのプロジェクト成り立たなくなりますって、そういったところがポイントかなと思いますね。だからこその面白さってどこに感じますか？そうですね、やっぱりこう一人一人の裁量が多いと、多分自分がやってる感ですとか貢献してる感っていうのは、はい、ものすごい大きくなってくるんじゃないかなっていうふうに思います。なのでやっぱりそれは100人の中の1人と3人の中の1人じゃちょっと考え方というか感じ方がやっぱ変わってくるのかなというところになるので、まあ、少数だからの難しさというのはあるんですけど、逆にこう得られるこう快感というんですかね、やりがいというのはいっぱいあるかなと思ってます。素敵ですね。川口さんは今2年目で、こんなところが面白いな楽しいなと感じるところってどういう部分になってくるんですか？そうですね、私もまだ始まったばっかりなんですけれども、やっぱりお客様がこう自分が作った資料ですとか自分が考えたことでお客様がこう納得していただけてこう、まあ、喜んでいただける、その姿を見るのが非常に楽しいなというのは感じます。2年目でそこまで面白さを見出せているってすごいことですよね。素晴らしいです、ありがとうございます。またたっぷりお話聞かせてください。では続いての質問参りましょう。こちらです。コンサルタントとして活躍するために大事なことはという質問に参らせていただきましょう。いかがでしょうか？コンサルタントとして活躍するために大事なこと、どんなことが挙げられますか？そうですね、こうなかなかこういろいろいっぱいあって難しいんですけど、ちょっと2つぐらい挙げるとすると、はい、まず1つ目、少し自己の成長ですとか専門性みたいなところになるんですけども、そのやっぱり仕事のモチベーションがどこにあるか、で自分はなぜ成長しなきゃいけないのかっていうところが、やっぱりお客様に貢献をしたい、だからこそ自分はもっと専門性を高めていきたいんだっていうような被害だと結構やっぱ成長が早かったり、自分のこうモチベーションになっていくので、そういった被害でこう自分の専門性を高めていくっていうところは、やっぱりこう活躍する上では大事かなというところになります。それが1つ目ですね、で2つ目はですね、やっぱりこうコンサルタントは人と人との基本的には対話になってきます。でその対話する中で、お客様もですね、結構言葉にこうできなかったりとか思いがあるんだけど、それをうまく伝えられないっていうのがやっぱりいっぱいあるので、私は想像力が大事かなっていうふうに思っておりまして、想像力っていうのは思う方ですね。思う方、想像力、想像力、なのでその想像力をいかにこう発揮して、これからどういう道を作っていかなきゃいけないのかとか、どういうことを本当に考えているのかみたいな、そんなことを考えられる人は活躍できてくるのかなというふうに思います。なんかすごく意外だなという答えでした。
ロジカルシンキングですっていうような、そうですね、そういった答えなのかなというふうに思っていたんですが、はい、意外や意外、人間性の部分がとても大事になってくる。そうですね、はい、まあ、もちろんロジカルシンキングはツールとしてそれは必要ではあるんですけど、それだけではやっぱり無理なところがいっぱいありますので、はい、まあ、それをベースとしていかにこう膨らましていけるかというところがですね、ポイントになるかなと思います。専門性をどんどん高めたいというそんなモチベーションがどこにあるのかを考えられる人、そして人と人との対話が大事なので想像力、そうですね、相手が伝えられてないであろうことまでしっかりと伝えられ、はい、感じ取れる想像力が必要、はい、そうですね、それを実感する瞬間ってありますか？そうですね、でやっぱり自分自身のこの仕事をしていて楽しさっていうのはもう正直やっぱりそこにそのモチベーションがあるなっていうところが、まあ、それが一番まあ実感、自分が楽しいと思える、はい、なので多分もしかしたら他の人から見たら苦しそうかもしれないですけど、実は私結構楽しんでるっていうところが、まあ、あるかなっていうところですね。そうなんですね。今ご覧になっているのが学生の皆さんなんですけれども、この学生のうちにコンサルをこう志望したいという方々が心得ておいた方がいいことだったり、普段のこう生活でちょっと意識しておいた方がいいことって何かアドバイスできることってありますか？そこはどうですか？ありますか？そうですよ、私は結構コンサルタントって聞くと割とこうキラキラしたイメージを持っていたんですけど、なんですけれども、まあ、結構入ってプロジェクトに入ってみて思うのはこう細かい作業だったりとか、周囲の方々との調整だったりとか、そういう、まあ、いわゆるちょっと泥臭いような仕事もあるなというのはすごく感じるので、まあ、そこも含めてどんな仕事でもこう前向きに取り組めるっていうのが非常に求められる要素なんじゃないかなというのは感じます。はあ、そうなんですね。じゃあその学生のうちからちょっと泥臭いことだったり、そういったまあ調整力ではないですけれども、そういうところもちょっと意識して過ごしてほしいなというところですか？はい、そう。ありがとうございます。貴重な意見ですね。ありがとうございます。では続いての質問参りましょう。こちらです。国へならではの育成環境やキャリアパスはというところ伺っていきたいと思います。どんなキャリアが実現できるのか気になっている学生さん多いと思いますので、ぜひこのあたりお話しいただければと思います。コンサルタントの育成という点で国が大事にしていることだったり取り組んでいること、どんなことがありますか？そうです、育成環境の方で言いますと、冒頭の会社説明でもあったように、新卒1年目は座学4ヶ月と、あとは OJT3 つ行くっていう風になっているので、まあ、最初は結構入社してこうコンサルタントとして活躍できるのかなっていう不安が多分学生さん大きいと思うんですけれども、その1年間を通してすごく自分に自信をつけることができますし、まあ、あとはその研修でこう習った言葉、用語ですとか、まあ、そういったことが実際のプロジェクトで出てきた時にこう研修の内容に戻って復習したりとか、まあ、そういったこともできるので、まあ、そういった点では非常に充実した環境だなというのは感じます。説明会の中でもお話しいただいたように、こう一人一人に合わせた教育環境があるというところも特徴だと思うんですが、実感することってありますか？そうですね、新卒1年目はカウンセラーがついて、どういうキャリアをこれから進んでいきたいかっていうところも合わせて相談できるような環境も整っているので、まあ、そういう点ではしっかり一人一人を見てくれるなというのはすごく感じましたね。川口さんがこの制度いいなと思ったことだったり、こういう声かけをしてもらって嬉しかったなということって何かありますか？そうですね、まあ、制度で言うとやっぱりそのカウンセリングのところが私はすごく良かったなというのは思ってて、結構座学ですごいいろんな業界の情報とかソリューションの知識とかをすごい詰め込まれる形になるので、結構自分を見失うというか、あれ私何やりたいかなっていうふうに振り返ってみると考えることが結構多かったので、まあ、そういった時にそのカウンセラーの方がしっかり1対1で話していただいて、ここのチームに OJT で行ってみたらどうとか、ここが向いてると思うよみたいな、そういうアドバイスをいただけるので、そこは非常に安心して取り組めたなというのは
思います。そうなんですね。川口さんは新卒で入社されたと思うんですけれども、はい、ファーストキャリアで国枝を選ぶことの良さってどういうところに感じていますか？まあ、そうですね、やっぱり今お話しした育成環境っていうところが大きいかなというのは私も思ってて、私はもともと国枝に志望したきっかけもやっぱりこういう1年間しっかりみっちり教育していただいた上でコンサルタントとしてデビューできるっていう、まあ、そこが非常に大きかったので、はい、特に学生さんだとまだこう自分が何をやりたいのかわからないとかそういう方も多いと思うんですけど、この1年を通してしっかりそこを固めていけるので、そこは国ならではだなというのは、はい、思います。確かにそうですよね。入社した後にやりたいことってどんどん見つかっていくものですから、うん、そういったものをこうカウンセリングを通して一緒に見つけてくれるような環境にあるというところ、はい、大きいですよね。はい、はい、ありがとうございます。では最後の質問です。こちらです。自社らしい社風カルチャーを感じる瞬間は、ということで社風カルチャー聞いていきたいなというふうに思います。率直にどんな雰囲気の会社だなというふうに感じますか？そうですね、私が感じる視点でいくと、はい、結構上下関係ですとか、あとチームを分かれたところでもう分け隔てなく結構近くですねコミュニケーションができたり一緒にこう考えたりっていうのができるっていうところがですね、まあ、一番大きいかなというところになりますね。それはすごい感じるところではあります。そうですか。川口さんはいかがですか？私はまたちょっと違う視点なんですけれども、結構コンサルってブラックと言いますか遅くまで働いてるイメージあると思うんですけれども、はい、結構私はオフィスで残ってたりすると早く帰りなさいっていう風に促されたりとか、まあ、そういうこともあって結構、はい、なんでしょう、こう繁忙期とそうじゃない時としっかりメリハリをつけて働かれてる先輩方も多いのかなというのは、はい、感じます。そうなんですね。メリハリつけて皆さん働かれているんでしょう？そうですね、やっぱそこはとても重要な自分のコントロールというんですかね、かなり重要だと思います。やっぱりこう生産性を上げながら忙しい時にはやっぱりどうしてもフォーカスしなきゃいけないので、逆に言うと抜くところはしっかりこう抜くっていうところも、ね、ある意味そのスキルではあるので、まあ、うまく休むスキルをまあ身につけるっていうのもですね、まあ、ポイントになってくるのかなというふうには。また川口さんは2年目で仕事の面白さみたいなところにこう気づいているというような、こうすごい2年目だななんていうふうにも思うんですけれども、はい、若手のチャレンジ的なところは社風としていかがですか？そうですね、まあ、チャレンジしやすい環境ではあるんじゃないかなと私は思います、はい、結構まあ、今シシドが言った通りこうタイトルとか年齢に関係なく、うん、結構自分の意見を伝えられるような雰囲気ではあるので、まあ、これをやってみたいとか、やりたいっていうのをしっかり伝えやすいような雰囲気かなというのは感じます、うん。それはやっぱりこう一本軸にある自由度の高い働き方というところも、ね、はい、若手の皆さんにもこう反映されているような印象ですね。はい、そうですね、はい、あと最後にお伺いしたいのが、どんな人だと御社にマッチすると思いますか？そうですね、やっぱりフィロソフィーに共感していただける方っていうのは一番大きいかなというふうに思いますけども、うん、やっぱりこう自分の専門性を固めてで、かつそれを持って貢献したいっていうような思いが強い方、うん、まあ、そういう方は結構フィットはしやすいじゃないかなというふうには、はい、思います。ありがとうございます。さあ、それではここからは最後のコーナーに参りましょう。就活生が本当に知りたい質問に移っていきます。先輩就活生1500人に説明会で聞けなかった本当に知りたい質問について、業界別アンケートを実施してピックアップした1問についてお話しいただこうというコーナーです。さあ、今回の質問はこちらです。将来どのようなキャリアを描いているという質問なんですが、こういったことが気になる学生さんが多いようです。いかがでしょうか、思い描いているキャリア。そうですね、私は まだ本配属されたばかりではあるんですけれども、サプライチェーンマネジメントっていうソリューションって結構会計だったりとか ESG とかいろんなテーマと掛け合わせやすいものだと思うので、はい、まあ、そこをしっかり
目の前の仕事に取り組んで、こう SCM のスキルをしっかり固めながら、こういろんなテーマと掛け合わせてたところで、あの自分の専門性を築いて、こう川口さんにならこれ聞けるみたいな、そんなコンサルタントになれればいいなと思います。かっこいいですね。宍戸さんいかがですか？素晴らしいありがとうございます。ぜひ頑張ります。クニエさんで働く若手の方って、川口さんが特別優秀という感じですか？それとも、もうあのみんな優秀だと思いますけど、もちろん見ていただいてる、はい、その中でもやっぱり皆さんそういったモチベーションを持って働かれている同期多いなって思います。もう、はい、私なんて全然ペーペーぐらいの勢いで、あの同期にはもう、もっともっとすごい方がいっぱいいるので、はいですね、なんかそういったなんか社風みたいなの、若手の勢いみたいなのも今回感じることができた回になりましたね。ありがとうございます。ではそろそろお時間がやってきましたので、最後に視聴者の方にメッセージ、告知をよろしくお願いいたします。では、私から選考に関するご案内を最後にさせていただきます。弊社の選考はエントリーしていただいた後に、セミナー、書類選考、そして2日間のインターンシップで面接複数回を経て内内定という流れになっております。で特にこのインターンシップの方はですね、あのお客様の事業戦略を立案するというプログラムになっておりまして、あの毎年コンサルティングのお仕事をリアルに体験できるというふうに毎回あの好評いただいております。私もあの3年前に参加させていただいたんですけれども、あの現役の社員の方々からこうワークに関するアドバイスをもらったりとか交流する機会もありまして、まあ、あの非常にあの会社の雰囲気を感じ取れるようなインターンシップだったなというのを覚えております。でこのインターンシップに参加するには、あのセミナーへのご参加が必須となります。であの詳細はワンキャリアさんの弊社のページにてご確認いただけますので、ぜひ ご興味がある方はエントリーしていただければと思います。以上でございます。お待ちしております。それでは次回のワンキャリ企業説明会もぜひ楽しみにしていてください。お二方ありがとうございました。ありがとうございました。